野市富岡町にあるヌードルキッチン野球さんに来ています。2022年2月5日オープンのお店、豚骨ラーメンのお店だぜ。楽しみ。店内はカウンターにテーブル席、太陽が入って明るい雰囲気です。店内もまだまだ綺麗ですよ。開放的な雰囲気が気持ちいいです。まだお花ありますよ。卓上には食べ方の説明、そして下にはレンゲや割り箸、お水も卓上にあります。食券で注文するよ。どれにしよっかな。メニューです。豚骨ラーメンの他には辛い豚骨、担々麺やつけ麺があります。ご飯物もある。おつまみもたくさんあるからお酒飲みたくなるね。インスタやツイッターもやってるよ。豚骨ラーメン730円。ドロリン、わー、おいしそう。豚骨といえば青ネギにキクラゲ、香りもいい匂い。豚骨めっちゃくちゃ久しぶりです。相方がニヤついてますね。スープはどうかな。濃厚なスープです。麺はどうかな。さすが細麺です。硬さは聞かれます。これは固めスープいただきます。濃厚、めっちゃクリーミーで最高です。麺を食べてみましょう。濃厚なクリーミースープよく絡んでます。やっぱ麺は固めが最高に合う。キクラゲもガブリ、うますぎる。チャーシューを見てみましょう。柔らかい系のチャーシューです。メンマは本格的なやつ、これ好きなんだよな。チャーシューいただきます。柔らか、豚骨に合うお肉です。チャーシューについてる味もまた美味しい。これ麺進んじゃうな、たまらんわ。替え玉100円。やっぱりいっちゃうよね。高菜と紅生姜は言えばもらえます。豚骨には替え玉必須よね。それではチャーシュー残しの替え玉投入。もちろん替え玉も固めにしてあります。高菜と紅生姜も投入。色も綺麗になるんだよな。混ぜ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 、よく絡みました。卓上のニンニク香味油投入、相方が喜んで食べていました。ジャンクなつけ麺880円。ドロリン、ボリューム半端ない。この濃厚なつけ汁うま揚げ、ニンニク生姜はお好みで、そしてこのド迫力です。ニンニクたっぷり、うずら2つ発見。チャーシュー2枚にキクラゲ、もやしの山がすごすぎます。スープを見てみましょう。漬け汁用に濃いめなのかな、好きこういうの。それではもやしの山を崩しますか。もう最高、ニンニク好きな私にはもってこいです。もやしがマジですごすぎる。キクラゲも美味しいよね。豚骨には絶対キクラゲです。麺を出すにはもやしをどかさないと出てきません。まだ出てこない、すごいすごい。その前にメンマを見よう。食べ応えあるんだよな、これ。
おっしゃー、やっと麺見れます。やっぱり豚骨ラーメンと麺は違いますね。太めの麺です。それではつけ汁にダイブー。うひょー、たっぷり入れちゃいました。うわー、よだれ出る。この手のつけ麺久々に食べます。それではいただきます。ほー、麺がすごいもちもちです。麺がめちゃくちゃ美味しい。もやしたくさんと食べながら麺、もやしのシャキシャキが最高。出ました、このメンマ。たっぷりつけ汁をつけてガブ。あー、やっぱこのメンマ大好きだ。食感がいいものばかり丼に入ってます。コリコリ、シャキシャキ、もちもち、口の中で楽しいです。濃厚なつけ汁がうまい。うずらも嬉しすぎますね。あー、おいしい。それでは次はニンニクを入れていきましょう。刻みニンニクです。生姜も刻み生姜ですね。このパンチのスープにだいぶ、めっちゃいい香りしてます。こういう味変も嬉しいですよね。全く別物。豚骨はいろいろ味変できるのいいよね。一口が大きめですいません。 200g と思えない量です。これ濃厚スープにニンニクたまんない。相方も美味しいって言ってます。そしてこちらのチャーシュー、あー美味しそう。それでは食べてみましょう。パンチのニンニクに合うね。麺を頬張る。チャーシューともすごく合いました。ミニチャーシュー丼120円、ドロリン。こちらは平日ランチ限定です。炙りチャーシューに青ネギ、これ120円は嬉しいですよね。甘い香りがするぞ。好みの予感。それでは見てみましょう。タレご飯発見。ラーメンと合わせるにはちょうどいい量です。チャーシューは細かめ。それではいただきます。チャーガブ。ほう、炙った香りがすごいです。タレはやっぱり甘め。青ネギのアクセントもすごくいい。とっても好みなチャーシュー丼でした。豚骨ラーメン、ごちそうさまでした。つけ麺、ごちそうさまでした。チャーシュー丼、ごちそうさまでした。それでは振り返りです。佐野では珍しい豚骨はクリーミー、つけ麺は本当にジャンクでボリューミー、チャーシュー丼は甘めのタレで好きでした。本日はごちそうさまでした。